これは日刊大衆なんですけど、匂わせと竹宗匂わせなんですけど、まあ、これは僕も視聴者の方はみんな言ってる話なんですが、いろいろ僕ね、いろいろってエッセイね、僕はよく感想をずっと発売してから抜粋して読んでて、その読んでる場所がなんとなくタケル君を放送させるっていうようなねやつが多いんですが、それです、まさにこの話は。25日業の上白石モネによる初エッセイいろいろが発表された。本が好きというモネによるありのままの思いが綴られた書き下ろしが50編が収められているのが、その内容がひょっとしてと話題になっていると。多彩な内容でモネさんの新たな才能が明らかになっていますが、かなり自分のことにも踏み込んだ内容で、自分のフェチについてもかなり直接的な表現で模写しています。それが例のあの人を思わせるという評判になっているんですよねと。例のあの人とは昨年の恋筒で共演した佐藤健君のことで、佐藤と上白石といえば恋筒で共演してからファン内ではその関係が噂されています。昨年の YouTube チャンネルに投稿した健のプランドライブで理想の女性について書かれた際は、やはり女性は失敗が似合う人が変わりしね、男性からすると失敗した時に笑えないよりはお前本当にウケるなっていう女性のことが好きとコメントしたことがあり、これがこいつで上白石が演じたキャラそのものだという指摘もありましたと。上白石は、佐藤が主演したこいつでメインヒロイン七瀬を演じていた。劇中では新人ナースとして奮闘し、佐藤と両思いになって何度も甘美な甘々なキスシーンが描かれて話題となったと。で、カエル、まあ、これカエル版でね、実際に佐藤好きになるかという質問にときめきます、どんなに寝なくても肌荒れしなかったイケメンすごいですよ、どんな基礎化粧品より聞けますよとデスタンしているってね。このいろいろには、まあ、僕が読んだのですけどね、指先が綺麗な人に断トツ惹かれる、私は指フェチである、これね、いましてですね、声には力がある、令和元年版ボタン道路という作品の台本読み合わせで谷原章介さんのお隣に座った時、あまりにもの声の知的性棒となって続く自分のセリフを一瞬忘れてしまったことがあった。少し声を張られた時は自分の内臓が共鳴で震えたのが分かった。声フェチとしてはたまらない時間だった。上白石萌音ちゃんが指フェチか声フェチであることを赤裸々に告白している。佐藤健の手のセクシーぶりについては多くのドラマや雑誌の表紙を飾るたびに毎回ファン内で話題になっています。佐藤は声も素晴らしい、竜とそばかすの娘でも声優として活躍していました。こういう匂わせ的な行為は大いに嫌われるものですが、佐藤と上白石の場合はドラマの胸キュンぶりやバラエティ番組で見せる仲の良さからもむしろファンの間で応援されている。昨年のこいつと同枠のボス恋の最終巻が放送された際に、佐藤が公式 LINE で2匹の猫が体を密着させて布にくるまっているスタンプを投稿したら、一緒にドラマを見ていたのに匂わせたと。このタイミングが確信犯とファンが反応しています。本当に交際しているのは不明ですが、ファンがある程度納得する中であるの間違いないでしょうねと。今回生かされた上白石萌音の声フェチ、毛フェチ、次に佐藤と共演した時にはどうなってしまうか。これね、でもね、ほんとね、多分僕の動画を見てくれてる人たちはもっと感じていると思うんですが、このレベルじゃないですよね。もっともっとあるんですよ、タケル君のことを思わせるのは。いや、もうすごいいっぱいあって、それは僕じゃなくてもいろいろ買った人でタケモネファンであればね、言ってましたしね、いっぱいありますよねっていう。いや、ほんとすごいいっぱいあるんですよ。匂わせではない気がしますよ。匂わせというよりはもう本当にちょっと似てるところが多いってことなんじゃないのかなと思うんですね、タケル君とモネちゃんはね。かなり感性が近いんじゃないのかなっていう気がして読んでますけどね。だって匂わせっていうようなわざとらしさがないんですよ。普通にね、ほんと、まあ、モネちゃんが文才があるからかわからないけど、もう自然にほんとモネちゃんがこういう風な理由でこういうことをしてるんだなとか、こういうことが好きなんだなっていうのが、自然にスーッと入ってきて、偶然それが、タケル君がよくやってる、よく言ってることと一致するっていう意味合いなんで、なんかいやらしい匂わせには全く感じないですよね。
匂わせというよりは偶然の一致だよなっていうようなこう思わせてくれるというかね。まあ例えばね、来月のね、来月今月か今月のモネちゃんの CD シングルの発売日とタケル君のルローニケンシの DVD の発売日が一緒でまた一緒ですねなんていうラインが来たんですが、まあ、これは普通に考えるとね、レコード会社っていうのは流通の関係で発売日が必ずこう集中するんですよ。タケル君とモネちゃんだけじゃなくてもいろんな人がそこに集中して出すような状況になるんですが、ただそれもこっちの見方によってはあまた偶然が一致したっていうふうに、まあ、見れるような感じっていうんですかね、まあ、それが自然に入ってくるので、その自然さがいいんじゃないのかなと僕は思ったりしています、まあ、そんな感じでいろいろ今日読もうかなと思ったんですけど、タケル君とモネちゃんの話があったので今日はこれでいろいろに変えてこれっていう感じにして終わろうかなと思います。まあ、そんな感じです。ではでは。